ビクトリアマイル超難解なレースになりそう。当たる馬券誰か教えてくれ。はいどうも、ケボウです。ほい、元気よく行きたいんですけども、はい、NHK マイル激沈でしたね。はい、ちょっと金額張ってたんでがっくり来てるんですけども、ここはもうビクトリアマイルでやり返したろうと思っております。はい、東京 1600m、 またマイル戦、ビクトリアマイル、女の女王たちが争う、はい、レースなんですけど、正直ね、めっちゃ難しいと思う。うん、めちゃくちゃ難しいから、とりあえず一頭ずつね、見ていこうかなと、はい、思っております。とりあえずはね、はい、今日は予想というか、とりあえず見ようかなと思っております。はい、まずアルーシャ、ディープインパクト3区ですよね。まあこの馬自体正直ね、1着5回、2着1回、3着3回か、まあ勝率的に、まあ、4割 40% 近くか、まあ連帯率が5割ということで、まあ悪くはないと思うんですけど、まあ前走の京都牝馬ですかね、牝馬ステークス、まあ人気5番人気だったんですけども、まあサウンドキアラが勝ったレースなんですけど、まあ5番人気ながら着順が17着と、しかも乗ってた騎手がルメールだったんですよね。これがどう捉える、どう捉えるかなんですけども、まあでも1600、1400の実績、正直この馬抜群なんですよね。ずっとルメール乗ってまして、途中で北村騎手乗ったり、まあ杉原騎手乗ったり、丸山元気騎手乗ったりしてたんですけども、そこまでねムラなく走っていたんですけども、ちょっとこの間、まあやや重だったんかな、やっぱり重たい馬場がちょっと苦手なイメージですんで、もし雨が降らなければちょっとこれは僕狙えるかなと。上がりの足も結構使ってる、まあタイム持ってるんで、まあ言うても足はいい足持ってるんじゃないかなと、はい、思ってます。やっぱり父親譲りのね切れる足もあると思うんで、まあ穴でもここは全然ね、まあ、人気どうなのか分かんないですけども、狙えるんじゃないかなと。ただ前走をどう捉えるかだけですね。はい、まあでもずっとね人気してるしてきた馬ですから、まあそれにも結構人気に応えてるんですけど、たまにこう凡走してるんですよね。この、まあ、17着は京都牝馬ステークス17着で、谷川だけレースかのリステッドかの時も1600で11着だったんで、ちょっとよく分かんないんですけど、ちょっと追い切りとかね調教を見てから判断ということで、ちょっと保留ことですね。まあでも持ってるもんはいいと思います。はい、で、アーモンドアイ、これはやばい馬ですよね。まあ言わずと知れず皆さんが知っているアーモンドアイ、まあしかもこれ1着7回、2着1回、3着1回と4着1回だけなんですよね。もう勝率7割で連帯率8割なんで、すごい馬ですよね。もうまあ言うことは正直ないです、ね、距離も順当にずっと使ってきてね、まさかのジャパンカップ、勝ち切りましたから、で天皇賞も勝って、まあ有馬記念に挑んだんですけども、謎の失速ということで、まあ当然ね結構使ってたんで、まあ疲れもあったんかなとか思いますけども、正直ねここ買わなかったらいつ買うねんと。もう一番得意とされる1600なんで、けどね僕あえてちょっとねアーモンドは外して買おうかなってちょっと自分の中であるんです。はい、まあもともとはもう僕穴狙いの、専門でやってますんで、穴狙いの3頭から4頭ボックスでのワイドの高額、まあ中穴大穴狙いでやってるんで、アーモンドアイをまあちょい強いの分かってんやけどね、
ここ買わない、いつ買うねんということは分かるんですけども、あえてうまみを求めて、外そうかなとちょっと考えております。はい、なんでここも保留です。うん、で次のコントラか、コントラチェックね、コントラチェックはいいですよね。これ4歳ですよね、コントラチェック。ここもディープインパクト産駒で、で1着4回、2着1回、3着1回で4着は3回ということで、勝率的に 44% ぐらいで、連打率は5割5分、まあ 55% ぐらいですね。言うてもこの馬も、まあ、まだまだ伸びしろある、馬ですけども、前走の中山牝馬がね2番人気だから、これも着順16着と、これも乗ってた騎手ルメール騎手なんですよね。微妙やなと思うんやけども、まあでも、フラーカップとかタコイズステークスか、あの辺とか見てたらやっぱり強いなとは思うんですけども、なんか一つ正直ね、こうパンチがないというか、まあ1006じゃないとあかん気はするんやけども、まあまあまあね、秋華賞やあのオークス出た時も全然ダメだったんで、やっぱ1006やったら面白いかなとは。はい、成績がやっぱ1006、1008強いんで、まあ結果出してるということなんですけど、やっぱこれもね、前回ここ不良馬場やったからかなとかちょっと思っているんですけど、この馬もやっぱり重たいのがダメなんでしょうね。まあ晴れたらここも人気しなければ、ちょっとコントラチェックだけにチェックしとかないとなと思っております。はあ、ちょっとこれも面白い馬かなと思ってます。で僕正直本命もうこうサウンドキアラになりそうな感じなんですけども、まあこの馬1着7回もアーモンドアイと一緒で、2着3回、3着4回、4着は3回と、まあ、勝率こそは違いますけども 40% で、連帯率が5割8分と 60% 近い、馬なんですけども、こう戦績長い、結構経験ある馬じゃないですかこの馬で、人気にほぼ応えてると、いうことで、去年のビクトリアマイルで、まあ、人気は15番人気ながら7着ということで、そこからね巻き返しがすごい。そこから長岡京から行って、リゲール、銀杯、京都牝馬、阪神牝馬と、これ3連勝で来てますからね、これ G3G3G2 と、やっぱここはもう一番伸びてきてるんじゃないかなと。しかもその時もう松山公平騎手になった途端もう変わりましたからね、やっぱり。はい、もう言うてもここもディープインパクト産駒の、まあ、位置を受け継いでるんじゃないかなと思っております。はい、ここになって結構この年入ってから、まあ本格化正直されてるなと。で金牌の時はちょっとね、僕的には不安はしてたんですけど、まあ強いなと思ってたんですけども、京都牝馬と阪神牝馬ステークス両方見て、もうこれ本物やなと正直思いました。もうここはビクトリア来たら 100% これはもう買い目に入れとかななという感じで、僕は今んとこ正直サウンドキアラは、人気しようがしまいが、買おうかなとは正直思ってます。やっぱりここの3連勝はでかいなと。戦ってきた相手も全然強い相手多いんで、めちゃくちゃ評価できますこの馬は。はい、で次に15秒だけ時間ください。はい、いつもね言うてる投資競馬専門機関のホライズン、もうずっとなんか無料で当たってるみたいですんで、一度ね、自分の目で確かめて、無料登録だけでも結構ですんで、参考にしてもらったらどうかなと思ってます。ホライズンよろしく。佐藤のか、佐藤のガーネットどうなんやろね。これも牝馬の5歳なんですけど、ディープインパクト産駒多いな、やっぱめちゃくちゃ多い。1着が5回で、2着2回で、3着1回で、4着11回と、
で勝率こそは 26% で連帯率 36% か 37% 近いんか。まあまあ言うてもそこまでいいものがあるとは思えないですね、うん、僕的にはですよ。まあマイルよりもこの馬2000とか2400とか、まあ距離長い方がいいんじゃないかなというのが第一印象ですね。1600にあえて使ってくるっていうのはどういう見解なんかなとか思いながらね、うん、思っているんですけど、やっぱ前走の阪神牝馬ステークスでも1600使ってね9着ということですんで、ちょっとここは狙いにくいかなと、はい、正直思っています。里野ガーネット、まあ僕はちょっとないかなとは思っております。はい、でシゲルピンクダイヤ、この馬もようわからんねんな。なんか走ったり走らんかったり、こうムラのあるちょっと買いづらい馬なんですけど、ダイワメジャー3区はまあ評価はすごくできるんですけども、1着1回、2着2回、3着3回、4着4回と勝率こそ 10%、 連帯率は 30% ということですんで、ずっとこれ和田騎手乗ってて、この間デムール騎手が初めて乗ったんかな、乗り換わりでもこう変わらずと。人気は4番人気でね、阪神牝馬ステークス4番人気で16着ということで、なんかよく分かんないですよ。なんかもう早熟やったんかなっていうのもあるんですよね。なんか桜花賞2着馬ですよねこの馬。桜花賞2着馬で、で秋華賞とかも3着で、大舞台には強いんかなとか思うんですけど、まあ1600でずっと使ってて、秋華賞が2000なんですけども、まあそこできっちり走り切ってきたのは、まあ和田騎手のね腕があったんかなとか思いますけど、まあこの馬もなんかようわかんないんで、ちょっとここもシゲルピンクダイヤは買いづらいかなと僕の中では、はい、あります。はい、ちょっとこのままずっとやってたら長くなってしまうんで、ちょっとシャドウディーバで今日は、一旦切ろうかなと思ってます。シャドウディーバ正直めっちゃ好きな、馬であり3区でもあるんですけど、ハーツクライ3区で牝馬のこれ4歳ですね。で1着が2回、2着4回、3着1回、4着以下が6回ということで、勝率が、1割5分4厘ということで 15% ぐらい、連帯率が 46% ほどですね。まあこれも好きな馬ではあるんですけども、なんかあんまり人気 しない、まあしないことはなかったんですけども、まあフラーカップ、フローラーとも人気してて、まあ2着4で、なんかこの馬もね、なんか大きいレースは勝ちきられへんし、いいとこまで来るんですけど、なんか勝ちきれなくて4着とか2着とか3着、そうこうなんかそういったなんかあたりずっといるんですけど、どっかで火つけばこの馬バカするんじゃないかなと。それがいつやねんということなんですけども、まあ4歳なんで、もしかしたらこの馬もね、サウンドキアラ見たく5歳になればぐっと伸びるかも分かんない馬なんですけども、いつもね考えるんですよ。勝ったりもするんですけども、まあ正直この馬自体僕上がりに足使えるタイム持ってるんで、絶対能力的には抜群にある、はい、馬なんですけども、なんかね結構乗り換わり率が高いんで、まあ、岩田騎手乗ったり松山晃平騎手乗ったり、この間なんか池添騎手だったんでよくわかんないですけど、今回もね岩田騎手がね帰ってこれないんで、まあ誰が乗るんかっていうのもなってくるんですけども、まあシャドウディーバもちょっとね、人気次第ではちょっと考えようかなと思ってます。やっぱり、足いい足持っているんで、この馬もね、うん、狙ってもいい馬、ワンチャンあってもいい馬だとは僕は、はい、正直思っております。シャドウディーバーでもこれも一旦保留ですね。はい、ということでちょっと長くなるんで一旦今日はここで止めます。
アルーシャ、そしてアーモンドアイ、コントラチェック、サウンドキアラ、サトノガーネット、シゲルビングダイヤ、シャドウリーバーについてちょっと喋ったんですけど、あとねこんだけまだいるんですけども、正直こん中今言うた中で僕狙ってるのは、まあサウンドキアラはまあほぼ買おうかなとは、まあ、これを軸に考えていこうかなとは、はあ、思っております。まあ、アーモンドアイ買わへんのおかしいでっていう思われるかわかんないんですけど、まあ何度も言うようですけど、僕はワイドでまあ中穴大穴を狙う方なんで、まあそこまで金額ね、みんなみたいにいろんな方みたいに大きくは買えないんで、はあ、しがないサラリーマンで小遣い制でやってるんでね、はあ、夢見るワイド馬券でそれで稼いだお金で3連弾とか狙ったりもするんで、はい、あ、とりあえずはもう NHK マイルやられたんで、ビクトリアマイルもちょっと離れないで行ってみようかなと、はい、正直思っておりますんで、一旦今日はここで、終わりたいなと思っております。はい、もしねチャンネルちょっとでもええなと思ったら、チャンネル登録と高評価とコメントの方どしどし、もうコメント欄グワーってなるぐらいコメントください。はい、ということでビクトリアマイルの今の中間地点というか、まあまだ月曜日ですけども、まあ僕が思っている一頭一頭の診断途中でした。はい、ありがとうございます。またよろしくお願いします。ということでみんな競馬楽しんでいこうぜ。ブイブイブイ、今日はキレが悪かったね、すいません。はい、あとね、競馬 V の競馬クラブという LINE の方でオープンチャットしておりますので、検索してみんなでワイワイガチャガチャやりませんか。もしよかったら来てください。お待ちしてます。